はい、ユーストリーム始まりました。吉本二来祭は、この後16時30分からの放送ですが、5分前の25分から、ユーストリームの方は始まっております。こんにちは。毎週、私マントーマがお送りしております。よろしくお願いします。いやー、国際映画祭終わって一段落しましたけども、楽になるかなと思いきや、いろいろ忙しくてなかなか疲れてますよ。吉本マントーマもうコアに出ちゃってますね、疲れが。もう今日もギリギリの時間まで寝てました。はい、でもシャキッとしていきたいと思います。シャキッとしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ツイートキャスティングも始まりました。この後30分から吉本二来祭もうすぐ始まるよ。今日はですね、又吉直樹さんのピースさん、ピース又吉直樹さんの火花、こちらの感想もお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。マイク入れます。はい。吉本二来祭。この番組は島全部で大きな祭、沖縄国際映画祭、お茶さんの方々にもっと身近に感じてもらおうと、吉本沖縄芸人が情報を発信していく番組です。パーソナリティは私、茶壇町出身の吉本芸人、シーマン・トーマです。今週も16時59分44秒まで29分間、一人でお送りしていきます。それでは、吉本二来祭、スタート。はい、吉本二来祭ではメールとファックスを受け付けています。
E メールアドレス fm79@fm-nirai.jp fm79@fm-nirai.jp ファックス098-926-3208 098-926-3208でございます。そして今年の4月からは、ツイートキャスティング、ツイキャスでの配信も行っております。すべてひらがなで Google 検索シーマントーマ、 Google 検索でシーマントーマで検索すると、私シーマントーマのツイッターが一番上に出ますので、そこからツイートキャスティングのサイトにアクセスするとリアルタイムでコメントすることができます。ツイッターのフォローもついでによろしくお願いいたします。今週のテーマは、小道具02でございます。小道具の2回目でございます。よろしくお願いします。はい、では早速ですが今週の曲いきたいと思います。それでは今週の曲、オレンジレンジのアルバムレンジから Walk On。ツイキャスご覧の方いらっしゃいませ。私シーマントーマと申します。よろしくお願いします。吉本沖縄で芸人をさせていただいております。今週はピース又吉さんの火花の感想も話していきたいなと思ってます。よろしくお願いいたします。よろしかったら何かコメントもお願いしますね。いやー、国際映画祭終わりましたよ。今年の国際映画祭、私今とも稼働はなかったんですけども、自宅で待機してましたけども、終わった後の方が、今週の方が僕シーマンとも的には忙しいですね。吉本美術館という催しをやっておりまして、でそこでですね、いろいろ写真を撮ったり動画を撮ったりしてまして、それで結構足げく通ってますんで、ハピナハ、あ、国際通りにありますハピナハというテナントビルですね。こちら吉本沖縄の劇場も入ってるんですけども、ここに足げく通っておりますんで、結構疲れております。でもシャキッとしていきますよ。よろしくお願いいたします。はい、今ですね、コミュニティ FM、FM 二来のブースからツイートキャスティング配信しておりまして、そのため、今曲が流れております。ラジオを聴いている方には曲が流れていて、ツイキャスの方には曲は流れずにトークが続いているという状況でございます。はい、よろしくお願いいたします。暑いですね。今日の気温が22度、沖縄の今日の気温22度でございます。中がなびらという挨拶の言葉があります。これ沖縄の言葉で、こんばんはとかこんにちはとかおはようとか、朝も昼も夜も使える言葉になってます。なので県外から見てくださっている方いましたら、この言葉を覚えてみてくださいね。中がなびらって感じで軽く使っていただける挨拶になってます。よろしくお願いします。例えば〇〇さん、お名前わかんないで〇〇さん、〇〇さん、ハイサイ、中がなびら、こんな感じで使ってもいいと思います。ハイサイは昼間の挨拶ですね。でしたっけ？あ、そう、合ってますね。ハイサイは昼間の挨拶です。ハイサイの後に中がなびらつけても OK ですよ。よろしくお願いします。はい。
はい、はい、聴いていただいた曲はオレンジレンジのアルバムレンジからウォークオンでした。そしてこの番組は吉本二来祭、沖縄本島中部にあります北谷町の FM 二来から放送中です。ツイートキャスティングでもユーストリームでも放送しております。そして私は吉本沖縄所属の芸人シーマン東間でございます。この番組パーソナリティを担当させていただいております。よろしくお願いします。今日はツイートキャスティングで見てくださっている方もおりますね。ユーストリームで見ていただいている方の人数はわからないんですけども、ツイッターキャスティングには現在2名の方が視聴してくださっております。よろしくお願いします。はい。今日もですね、暖かいです。沖縄。天気がですね、晴れ。気温は22度でございます。先週ですね、日曜日にグランドフィナーレ終わりました。沖縄国際映画祭、島全部で大きな祭もですね、もう晴天に恵まれまして、レッドカーペットも晴天、そして最後の、島全部で大きなバンドの、ラインもですね、晴天に恵まれまして、去年とは違って、オールエンディング、最後まで迎えることができました。私は残念ながら会場には行かなかったんですけども、はい、自宅でニコ生で視聴しておりました。はい。この配信はついてきやすいんですけども、ニコ生で視聴しておりましたよ。ありがとうございます。はい。いや、それにしてもですね、国際映画祭終わってからの今の方が忙しい。吉本美術館というですね、イベントをですね、国際通りのハピナー5階で行っておりまして、こちら、例えばレーザーラモン HE さんですとか、桂文さんですとか、あと、ネゴシックスさんですとか、もうチョコレートプラネットのおさらさんですとか、もう数えきれないくらいたくさんの芸人さん、そして吉本に所属します、文化人の方々の作品を、展示しているアート展になっております。こちらにですね、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。開館時間はですね、午前11時から午後6時までとなっておりますので、来ていただきたいと思います。毎週末にはですね、芸人さんが参加するイベントも開催しておりますので、サイトの方を確認していただきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、それにしてもですね、シーマンとお前、疲れてますよ。昨日ですね、勤め先のバイトの勤め先のコンビニエンスストアのビラ配りがあったんですよ。普段私キャラバンと言いまして、ハピナハの前、テナントビルの前、国際通りでですね、吉本沖縄花月と吉本沖縄おもろお化け屋敷のビラ配りしてますけども、今回はなんとバイト先のコンビニのビラ配りを北谷町内で行ってきました。北谷町内の桑江区という地区でですね、ビラ配りをしてきました。ビラの内容はですね、僕が勤めているコンビニエンスストアの店名と、そしてこの店、ゴールデンウィーク期間中、おにぎりが100円から160円、160円のものが、160円までのものが100円で買えますよというお知らせと、あとはアルバイト募集の記事になっております。はい。こちらをですね、昨日、仲間と一緒に、アルバイト先の仲間と一緒に配ってきました。一軒一軒回ってポストに投函して、歩いてる人にも声かけをして、よかったらどうぞって言って、チラシも歩いてる人にも渡してきました。いや、疲れましたよ。もうゆるい上り坂になってたんでね、桑江っていうと、この FM 二来の近くですよ。FM 二来があります、二来センター。こちらの近くにですね、こちらがあるのが桑江区でございまして、このちょっと下の方、ここ坂にあるんですけども、この二来センターは、この二来センターのある消防署通り、こちらよりも下の方向にですね、あります、桑江区の住宅街を回ってきました。どうでしょうかね、このチラシを見た人が、おにぎり安いじゃん、ゴールデンウィーク出かける前にちょっと寄っていこうと思って、僕の勤めてるアルバイト先のコンビニエンスストアに寄ってくれたら、お店は大繁盛、そしてスタッフはもう、くたくたになります。でも嬉しいことですからね、仕事があるというのは本当にありがたいことでございます。だから北谷町にお住まいの皆さん、北谷町にお住まいじゃなくても近くを通るよという方はファミリーはコンビニエンスストアに寄っていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。まあバイト先の話はこれくらいなんですけども、ですね、もう僕体が痛いです。体がパキパキに痛いです。腰が痛いという話を3月からずっとしてるんですけども、もうすぐ5月に入るのにまだ治ってません。鍼灸院とか整骨院とか整形外科とかいろいろ通ってるんですけども、
だんだん痛いところがですね、患部がですね、移ってきてる、移動してきてる感じがします。腰だけが痛かったのが背中が痛くなったり、お尻の方が痛くなったり、太ももが痛くなったりします。今はですね、もうお尻と太ももに、あと腰とお尻と太ももに湿布を貼ってます。で、鎮痛炎症剤でしたかね、鎮痛炎症薬かな、痛みを抑える薬を飲んでますけども、それでもちょっと痛いです。もう座ってでも痛い、椅子に座っても痛いし、中腰になった時とか腰が痛いんで、もう困ってます。本当に支障が出てます。どうしたらいいんでしょうか。もうどうにかしてほしい。もう本当にマッサージも受けたし、針治療も受けたし、整形外でレントゲン写真も撮ったんですけども、ちょっと今は薬と湿布以外にはすることがないということを言われまして、そういう感じのことを言われまして、ちょっともう困ってます。もう痛みとはこれ長い付き合いになるかもしれません。頑張るしかないんですね。そうですね、人生も一緒ですね。頑張るしかない。はい、そうですね。とにかく疲れてますよ。また明日、もう明日じゃないですね、もう昨日からゴールデンウィーク、土曜日から始まってますね。土曜日29日、4月29日土曜日からゴールデンウィークが始まっておりますよ。皆様休みがあるんでしょうか。どうなんでしょうか。休み、今年は3、4、5、6の4連休の人が多いのかな。そして1日、2日休みを取れば、1、2、3、4、5、6、7、3、4、5、6、7の5連休の人が多い。そして、3、4休みを取れば、9連休になるっていう人が多いわけですね。9連休だったらさすがにどこでも行けますね。海外旅行でも余裕があれば行けると思いますね。まあ、でも僕は特に海外あんまそれほど行きたいなっては思ってなくて、沖縄の中でゴロゴロしてるのが一番楽かなと思ってるんですけども、はい、なので休みはそんな9日間とかは贅沢なんでいらないですね。はい、そんなにいらないので、あれです、9日間とは言わないので、はい、3日間くらいもうちょっと休みたいなと思ってます。おツイートキャスティングでもコメントいただいております。 SKE48 松村香織、沖縄吉本推し浩太さん、こんにちはということで、こんにちは、ありがとうございます。はい、シーマンどうもですよ。この浩太さんはですね、吉本沖縄の劇場にもよく来てくださる、この何て言いますか、このとっても温かいファンの方でございます。ツイートキャスティングも見てくれてるんですね。ラジオも聞いてくださってるんですね。ありがとうございます。本若トークシーマンさんということでコメントいただいております。ありがとうございます。はい、高田さんからメッセージいただいておりますけども、はい、どんどん皆さんメッセージくださって結構ですよ。はい、高田さん見てくれてありがとう。高田くん見てくれてありがとう。はい、そしてですね、今週紹介する本、感想を言う本はこちらです。ピース又吉直樹さんの初作火花でございます。ドラマ化もされてまして、動画配信サイトネットフリックスで僕見たんですけども、これが今現在 NHK の方でも放送されておりまして、なんと今日が最終回となっております。で、10話連続ドラマで今日が最終回なんですけども、1話が45分ですね。でそれの最終回が今日なんですけども、で僕はもう一足先に小説も読んでますし、ネットフリックス動画配信も見ております。でこちらなんですけども、やっぱり芸人に興味がある人は読んだ方がいいと思います。はい、こちらのピース又吉さんの火花、芸人に興味がある人は読んで損はない本だと思いますよ。芸人やっている身としましては、芸人をもう恥ずかしながら、なんですか、恥ずかしながらじゃないですね、芸人をやらせていただいている身としましては、あ、もっと自分を励まないといけないな、努力しないといけないなって思わされる作品でした。はい、やっぱりなんていうか、まあ、よく言われるのは、東京大阪の芸人に比べて沖縄の芸人は責任感があんまりないね、ちょっとあんまり頑張ってないねっていうことを、お叱りの言葉をいただくことはあるんですけども、やっぱり、なんていうか、親元を離れて一人で、もしくは二人三人で共同生活しながら、アパートを借りてですね、共同生活をしながら、バイトに進みながらゲームを磨いていくっていうのは、すごいもうほんと努力の塊みたいなことなんだなっていうのが、ドラマですとかこの小説ですとかを見てると分かります。本当にね、あれなんですよ、
会社からもらえるお給料、ギャラと呼んでるんですけども、ギャラと呼ばれるんですけども、もう本当にですね、もう限られておりますんで、とてもそれだけでは生活していけないんです、若手の芸人と言いますのは。つまりこの芸歴の浅い芸人というのはそれだけでとても生活していけない。だからですね、あれですよ、とにかくアルバイトしなきゃいけないんです。アルバイトしなきゃいけない。もう沖縄芸人の場合は実家から通ってる人が多いので、実家で通ってるか実家に住んでる限り家賃はかかりませんけども、だからその点すごく助かっているんですけども、はい、一人暮らしをしている、二人暮らし、三人暮らし、アパートを借りている方はまず家賃を払わなきゃいけない。これだけでもう3万、4万、5万いっちゃいますもんね。まあ、5万円のところに住んでる人は少ないかもしれませんけども、まあ、3万、4万と見て、あと沖縄だったら車の維持費もかかりますからね。車のガソリン代とかも考えると、やっぱりそれだけで家賃プラス車の代金で4万円、5万円くらいは行ってしまいますんで、はい、もうそれも考えるとですね、もうなかなか芸事、ネタ作りにだけは集中できない。ネタ作りにだけに集中するっていうのは難しいんですよ。本当にアルバイトが、まあアルバイトも大事ですけど、アルバイトが邪魔をすると言いますか、もうアルバイトに時間を取られてしまって、もう努力というか体力、気力を使われてしまって、疲弊してしまって、まあ辞めてしまう人も中にはいます。僕、吉本沖縄の2期生でございまして、今年5年目、芸歴5年目なんですけども、2期生は最初始まった時に19人いました。養成所の時に吉本沖縄、東京とか大阪だとね、もう1000人以上いるらしいんですけども、吉本沖縄の場合は規模が小さくて、僕は同期は19人いました。それが今では僕含めて6人になっております。3分の1以下ですね。5年目の時点で6人以下になっており、6人になっております。3分の1以下の6人になっております。1期生の方はもっと多くて人数は多いんですけども、3期生も1期生も、2期生よりも人数が多くて、2期生がちょっと少なめっていう形になってるんですけども、はい、みんな頑張ってますよ。吉本沖縄ってどういう芸人さんがいるんだろうって興味を持たれた方は、吉本沖縄のウェブサイト、公式サイト見ていただければ、所属芸人がみんな見れますんで見ていただきたいと思います。はい、そうですね。小説の内容ってどれくらい話していいんでしょうね。まあ、この火花なんですけども、若手芸人の主人公徳永がですね、熱海の花火大会の営業でですね、事務所が違う先輩芸人の、神谷さんという方に会いまして、でもう直感的にこの人に弟子入りしようって思って弟子になって、その人の電球書くっていうのがベースになっている、まあ、この一本の筋になっている小説なんですけども、なんていうか、ドラマの方にはですね、現役の芸人さんもたくさん出ていらっしゃいまして、僕が実際、吉本沖縄で所属していて、お化け屋敷とかでお会いしたことがある芸人さんもたくさん出ていまして、そこら辺はすごい、うわ、この人、火花出てるのすごいなって思いました。なんていうか、やっぱり、なんていうんでしょうね。テレビで見てる人と実際に会ってお話しする、もしくは実際にお話した人がテレビに出ていると、ちょっと不思議な感覚はありますね。まだ今でもあります。芸歴5年目の今でもやっぱり画面越しで見たり、直接だって話したりすると、あ、同じ人らってありますね。お、ツイートキャスティングで宍戸優奈さんからお茶の差し入れありました。ありがとうございます。どんどんゆっくりしててくださいね。はい、で沖縄の挨拶、チューガナビラというのも覚えていってください。チューガナビラは朝昼晩いつでも使える沖縄の挨拶です。まるまるさん、チューガナビラ。宍戸優さん、チューガナビラ。まさみさん、チューガナビラ。こうださん、チューガナビラ。こういう感じで使っていただきたいと思います。はい、3人の方がコメントくださっています。ありがとうございます。はい、ツイートキャスティングで5人の方が閲覧してくださってます。ありがとうございます。私、吉本が所属の芸人、シーマン・トーマと申します。普段はですね、コンビニエンスストアでバイトしております。そうですね、僕ですね、僕の話よりも先に、吉本沖縄の花月という劇場なんですけども、残念ながら6月で閉館してしまいます。その前にですね、僕もライブやりたいなと思ってます。で、そのための小道具をですね、今ですね、準備しております、いろいろ。ライブをやるにあたりまして、映像を撮ろうと思ってまして、映像をですね、ストーリー立てて撮ろう、ちょっとショートフィルム、映画っぽく撮りたいなと思ってまして、そのための小道具を今、ネットオークションで集めております。
で、どういうものがもう揃ってきてるかと言いますと、メモをちょっと見てみましょう。はい、吉本沖縄メモ、細かく分けております。細かく分けておりますよ。はい、間違えました。パソコンを操作しながら、私この FM 二来さんのブースの中に自分のパソコンをですね持ち込んでですね、これを操作しながらラジオ放送、ツイキャス配信をさせていただいております。アメモ帳が開けなくなっちゃった。ちょっと調子が悪いですね。じゃあもう覚えている範囲で話をしましょう。メモを見ずに。はい、赤いスカーフ、こちらがですね欲しくてですね、最初100円ショップで探そうかなと思ったんですけども、ちょっとサイズが合うか不安だったので、もうサイズとかの確認ができて家でそのまま注文できるネットで買いました。これがですね480円、480円で、そして送料が500円以上かかっております。もうこれはもう毎回ですけど悔しいですね。もう沖縄に住んでる限り送料の呪縛からは逃れられない。もうこればっかりはしょうがないことですよ。単独ライブ、単独ライブ、はい、そうですね、あれです、単独ライブのですね、小道具を用意しておりまして、赤いスカーフがまず届きました。そしてですね他に、可愛らしい犬のぬいぐるみ、これもですね用意できました。こちらなんと180円で落札しまして、ネットオークションで180円で落札しまして、そして、こちらをですね、また送料が500円くらいかかっております。もう残念ながら送料どうしてもかかりますね。もうこちらも送料の方が高くなってしまったんですけども、これは、映像の中でペット役として出てきます。犬のぬいぐるみでございます。キャラクターものではございません。もうキャラクターとかではなくて無名の犬のぬいぐるみ、これをペット役で出したいと思ってます。そしてですね、今ネットオークションで追いかけているのがエアガン、モデルガンのサブマシンガンです。マシンガンといっても1メートルくらいあるような大きいランボーが持っているようなババババババっていう大きいマシンガンじゃなくて、映画の中の特殊部隊が使うような小型のマシンガン、サブマシンガンというやつですね。これを探しております。できれば5000円以内で落としたいなと思ってるんですけども、ちょっと程度が良さそうなものだとすぐ1万円くらいいっちゃうんで、なかなか落とせない。もうなかなか予算の都合で落とせないんですけども、はい。こちらはぜひとも小道具として欲しいと思っております。はい。そしてですね、メモ帳が2つもあるので、そうなんですよ、送料も心配なんですよ。送料はかかってしまう。でも沖縄気候がいいですからね。こちら見てくださってる方、聞いてくださってる方は本土の方もいらっしゃるんでしょうか。でも本土ももう結構暖かくなってますよね。はい、沖縄は暖かくていい。雪が積もらないのが一番いいですよね。雪かきだけで雪が積もる時期だと朝30分とか1時間とか早起きしてから雪かきをして、それから通勤するっていう地域もありますものね、冬の間は。それ考えると沖縄って恵まれてるかもしれませんね。まさみさんからコメント、本州でお笑いライブ営業とかやることあるんですかということですけども、私はまだ一度もありません。吉本沖縄に所属している芸人さんで本土のテレビ番組に出るために本土に渡ったことがあるという方はたくさんいます。東京の番組に、例えば吉本、沖縄では放送されてない東京の番組に出るために東京に2泊3日とか1泊2日で行ったという芸人さんは何人かいらっしゃるんですけども、私今とはまだ残念ながら一度もありません。これから出ていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ししどゆなさんからコメント、送料の字幕も大変ですが暑さの字幕も大変ですよね、ということ。ありがとうございます。そうですね、でも暑すぎて困るっていうことはなかなかないですね。私に限らずですけども、まあ、僕太ってて90キロあるんですけども、体重が90キロもあるんですけども、暑いは暑いですけども、まあ、水分補給こまめにしていれば大丈夫です。日陰に入るようにして、あと日焼け対策もしてますね。キャラバンって言って劇場の前の国際通りでビラ配りをするときには必ず日焼け止めもしてますし、まあ、なるだけ陰に入るようにしてますんで大丈夫です。大丈夫ですよ。ありがとうございます。ししどさん、ししどゆうなさん、ありがとうございます。はい。
ではですね、告知を一つしておきます。はい、吉本沖縄エンターテインメントカレッジ、吉本沖縄の養成所なんですけども、こちらではまだ4月生を募集しております。もうですね、4月30日か、今日が入学式だ、やばいやばい。入学式は今日だと思います。僕もですね、5年前の2012年の4月にですね、入りまして、そこから5年間芸人活動を続けているわけですけども、吉本の場合、養成所は1年目と数えません。養成所に入って1年間過ごして、そこを卒業してからが芸歴1年目という数え方になっております。だから僕は、2012年の4月から2016年の3月まででちょうど5年間ですけども、2017年の4月からの今からが5年目という数え方になるわけでございます。そういう感じでございます。はい、ありがとうございます。国際映画祭も終わったし、告知は他にはないかな。吉本美術館、先ほどもお話ししましたが、吉本美術館が開催しております。国際通りのハピナー5階でやっておりまして、吉本美術館で検索したら出ると思います。よろしくお願いします。こちら、多数の有名な芸人さんのアート作品、いろんな作品が、展示されてますので見に来てください。よろしくお願いします。11時から18時までやってますので、よろしくお願いしますね。はい、まさみさんからコメント、同期で売れた人いますかということで、2期生はですね、まだ売れてる人はいません。ツーシームというコンビ、ツーシームというのコンビだけが 1組だけがコンビでございまして、はい、そして私、ピン芸人のシーマン・トーマ、そしてピン芸人のサキハ・マックス、ピン芸人のシオヤン・ダイバー、ピン芸人のプレイングサポーター、この6人でございます。で、ツーシームが少しこの中で売れてるかなと思うんですけども、まだまだ、知名度は低いと思います。でも、まあ、この2期生の中ではツーシーム近所とツーシーム中村、この2人が売れてるかなっていう気がしますね。はい、こんな感じでしょうか。はい、おっと、もうあと1分55秒ですね。はい、ツイキャスの方は少し早いので1分20秒ですね、あと。はい、火花の話しようと思ったけどなかなかできなかったな。この中に鹿谷さんっていう芸人さんが出てくるんですけども、まあ、ここ架空の芸人さんですけども、鹿谷でも仕方ないっていうギャグを、小説の中、テレビラジオテレビ、ドラマ版の中でやるんですけども、そういう、何ていうか、分かりやすいギャグ、ベタなギャグ、ベタっていうんですけども、ベタはやっぱ大事ですね。ベタができてないと難しいことをやろうと思ってもできないと僕も思います。やっぱりベタなギャグ一つ二つは持っておきたいと思いました。僕も思いました。だからもう一回初心に戻ってギャグを考えたいと思います。よろしくお願いいたします。ブーワッブーワッっていうのが僕のギャグの一つなんですけども、心のおならでございまして、一旦お腹の中、心の中に溜めてるものを一旦出して、それから50音の最初の文字のあ、一から始めやり直そう、一旦空にしてやり直そうっていう、そういう意味のギャグなんですけども、あまり浸透してませんね。まだまだ浸透しておりません。おっと、ではツイートキャスティングをご覧の皆様に関しましては、あと9秒、8秒、7秒で、終わりになります。ツイートキャスティングをご覧の皆様、ありがとうございました。さようなら。はい、そしてラジオの方は続いております。はい、プーアも披露できたことですし、火花の話もっとしたかったな。来週もしようかな。火花の方ですけども、もう文庫本も出てます。僕は文庫版の方を買いまして、定価580円でございます。580円プラス税金で買えますんで。はい。では、今週も吉本二来祭聞いてくださってありがとうございました。ではまた来週。さようなら。シーマントーマでした。お疲れ様です。